はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、久しぶりにブラビアネタでございます。今映っているのはですね、2022年モデルのブラビア XR A95K シリーズのね、 55V 型でございます。いわゆるね、有機 EL のフラッグシップモデルとなります。はい、サムスンさんのね、 QD OLED パネルが搭載されて、もう画質はね、最高峰となります。で、レビュー第1弾としてね、開封レビューと、レビュー第2弾としてね、この A95K シリーズのね、機能などをね、紹介した動画も2つね、過去に上げているんでね、もしよろしければね、その動画も見ていただけると幸いです。で、今回の第3弾なんですけれども、もうね、画質などはもう完璧と言ってもね、いいくらい満足してるんですけれども、やっぱりね、多少なり不満点もあるんでね、今回のレビュー第3弾ではね、その不満点をね、中心にレビューしていきたいと思います。このね、ブラビア XR A95K シリーズはもう1ヶ月以上がね、発売されて経過しました。で、私もね、これ発売日にゲットいたしまして、もうね、かなり大満足で使っております。やっぱりね、画質の良さはね、当然のことなんですけれども、このデザインがね、非常に所有欲をね、満たされます。はい、ただですね、先ほども言いました通り、全てがね、満足してるかっていうと、そうでもなくて、まあ正直ね、不満点もね、何点かありますんで、今回の動画はね、その不満点をね、軽くレビューしていきたいと思います。で、まずはじめになんですけれども、これね、もうほとんどの方がね、ご存知だとは思いますけれども、 Google TV をね、搭載されております。で、このね、 Google TV なんですけれども、バージョンがね、10のままなんですよね。はい、これね、2021年モデルとね、バージョンがほとんどっていうか変わってません。はい、これはね、まあ Google さんの責任もあるんだとは思いますけれども、ちょっとね、バージョンもね、 Google ソフトウェアですね、 OS の方もね、バージョンアップして、ちょっとね、さらに使いやすくしてほしいっていうことはね、正直あります。で、この Google TV なんですけれども、レスポンスがね、やっぱりね、非常によろしくないっていうことなんですよ。で、これね、プロセッサーはブラビア XR ということで、このブラビア XR もね、まあ認知特性プロセッサーなんですけれども、このブラビア XR は2021年モデルとね、変わっていないっていうところもね、不満点なんですよ。まあこれはね、まあ仕方ないかなって、もうブラビア XR ね、 XR は非常に優れているんで、まあ無理してね、このプロセッサーを変える必要はないのかなっていう気はしますけれども、まあ Google TV がね、全然変わってないっていうのはね、多少なり不満です。で、この Google TV なんですけれども、このホーム画面がですね、非常にレスポンスがね、よろしくないんですよ。で、今はですね、こうやってリモコンで操作しても結構ね、いい方です。で、悪い時はですね、リモコンで操作してもワンテンポ遅れるんですよね。こうやって操作するとワンテンポ遅れる時があります。たまにならいいんですけれども、結構ね、しょっちゅうレスポンスがね、非常に悪くなる時があります。これはね、もうなんとかしてほしいですよね。はい、で、ソフトウェア、アプリをね、例えば YouTube を起動すると、YouTube 内のね、レスポンスっていうのはそんなに悪くないんですけれども、このホーム画面がですね、非常になんかもっさりしてるっていうか、なんかね、イライラする時があります。このあたりをね、ちょっとこれ Google TV のバージョンが古いせいなのか、まあ、ブラビアのね、プロセッサーのせいなのかはね、よくわかりませんけれども、このあたりをね、なんとかしてほしかったなっていう気はします。続いてですね、 HDMI 端子に関することなんですけれども、2022年モデルのね、ブラビア XR も HDMI 端子のね、数は全部で4系統です。で、そのうちの2系統しかね、 HDMI2.1 に対応しておりません。これに関してはですね、2021年モデルの
ブラビア XR とね変わっていないんですよね。このあたりもですねちょっと不満があります。はい、せめてね新しい2022年モデルになったんですから 4K とすべてね HDMI 2.1 に対応してほしかったなっていうのが本音ですね。でちなみにですね私は今プレイステーション5を HDMI 4に接続しているんですが、他のね HDMI 機器は別に HDMI 2.1 じゃなくてもねダメってことはないんで、今のところね困ったことはないんですが、やっぱり将来的なことを考えるとね全て HDMI 2.1 に対応してほしかったっていうのが本音でございます。で改めてね設定で確認しますけれども、放送と外部入力から外部入力設定に行って、で HDMI 信号フォーマットを確認すると、私はですね HDMI 4にプレイステーション5を接続しているんで、拡張フォーマットをですね拡張フォーマット VRR にしております。これでねプレイステーション5の VRR 機能がね使えるようになって非常に便利なんですが、パーフェクト4プレイステーション5の機能がですね一部使えないんですよね。例えばプレイステーション5で動画などを見るとね画質設定がね自動で切り替わるっていう機能があるんですけれども、この拡張フォーマット VRR にしておくと VRR に固定されてしまって画質設定はね自動で変更できないんですよ。このあたりはですね技術的な問題なのかどうかは分かりませんけれども、このあたりもねちょっとね解消してほしいですね。はい、次にですね A95K シリーズのスピーカーに関することなんですけれども、 A95K シリーズはですねソニー独自の音響技術アコースティックサーフェスオーディオプラスを搭載しておりまして、これはですねアクチュエーターが画面を振動させることで被写体の位置に合わせた音を作り出し、画面からね直接届くリアリティあるサウンドを実現しているということなんですが、私はですねこのスピーカーはあんまりね気に入っておりません。というのもねちょっとやっぱり低音が弱いかなと、なんかね軽い感じがしますね。で今はですね私メインでサウンドバーを使っておりまして、デノンさんのね S217 をね使っているんですけれども、これは非常にね優秀で、まあ、とりあえずねオーディオシステムサウンドバーにね切り替えて私のね動画を再生しますけれども、こんな感じでね結構低音もねバンバン聞きまして、広域もね非常に聞きやすいスピーカーでめちゃくちゃ気に入ってるんですが、これをですねとりあえず A95K シリーズのねテレビスピーカーにね切り替えます。でね再度私の動画をね聞いてみます。これねピンマイクでね今録音しているんで音質の違いはわからないかもしれませんけれども、このね A95K シリーズのねアコースティックサーフェスオーディオプラスはちょっとね低音がややね軽い気がしますね。広域はねなかなかいいんですけれども、低域がちょっとねなんか軽い感じっていうかね安物臭い感じの音がします。ただですね普通のテレビよりは音質はいいとは思いますけれども、このねアコースティックサーフェスオーディオプラスこれいいですよいい音質ですよって言ってる割にはねちょっとねがっかりしたかなっていう気がしますね。はい、まあ、これに関してはですねサウンドバーとか、外付けのねスピーカー
を取り付ければ解決できることなんでね、大きな不満はありませんけれども、もう少しですね、これスピーカーに関してもね、これ A95K シリーズって決して安いテレビではないんでね、スピーカーに関してもね、もうちょっと頑張ってほしかったかなっていう気はします。続いてですね、これは有機 EL モデル全てに言えることなんですけれども、表面加工がグレアパネルを採用しているんですよ。なので黒い画面になると映り込みがね結構あるんですよね。なので私のね、ブサイクな顔もね、このブラビアに映り込んでしまうことがね多々あるんですよ。これはね、まあ仕方ないといえば仕方ないのかもしれませんけれども、液晶モデルだとね、映り込みをね低減しているモデルもねありますんで、このあたりはですね、せっかくフラッグシップモデルなんですから、映り込みをねしないような技術もね欲しかったところですね。なので私はね、映り込みが結構ね気になった時はですね、このようにね照明を消して視聴しております。まあこれはね、有機 EL だからなのかね、仕方ないのかもしれませんけれども、有機 EL モデルはね結構映り込みが激しいっていうのもね、気をつけてください。続いてですね、これは私の意見ではないんですけれども、ご視聴者様からのね意見だったんですけれども、ブラビアカムがですね、まあダサいということで、はい、これね2022年モデルのブラビアからね搭載されたものなんですけれども、はい、これですね、ブラビアカムがね結構ダサいという意見がねありました。はい、これに関してはですね、私もまあそうかなっていう気はしますけれども、これはですね、なんて言ったらいいのかな、そんなに私はね気にならないと言いますか、うん、もう慣れてしまえばどうってことないかなと思いました。はい、うん、でね、どうしてもこれダサくて気に入らないっていう場合はね、最悪ブラビアカムを取り外すことがねできるんで、このあたりはですね、まあ問題ないかなと思います。まあ当然ね、ブラビアカムを外してしまうと、まあ、ブラビアカムのね機能は一切使えませんけれども、まあこういったご意見もねあったっていうことでね、今回動画にしてみました。今ですね、ちょうど動画を撮っているところで、このね A95K シリーズがフリーズしました。はい、まあこれたまたまなんですけれども、動画をね撮ってる時にね完全にフリーズしてしまいました。もうリモコンを押してもね全然動きません。はい、時計とね、なんか温度計と天気だけね表示されてますけれども、もう何をしてもね受け付けてません。こういったねフリーズが実はね、購入してからね2回か3回ほどね起きております。はい、これもねちょっと困ったもんですね。これに関してはですね、ソフトウェアのアップデートでね直せるとは思いますけれども、まあ、Google TV はねこういったバグがね結構未だにあるんで、まあ、慣れっこではあるんですけれども、ちょっとねフリーズするっていうのはね2021年モデルでは体験してなかったので、ちょっとこれは困った感じですね。もしもですね、ブラビアの挙動がおかしくなったりとかフリーズしたりすると、電源の長押しで、はい、このようにね再起動ができる機能があるんですけれども、先ほどね私フリーズしたと言いましたけれども、この再起動もね完全にフリーズしていたんで使えませんでした。はい、こういったねことがあるんで、まあ、ご参考にしていただきたいなと思います。次にですね、 USB 端子に関することなんですけれども、2021年モデルのブラビア XR はUSB 端子がね3つあったんですよ。ところがですね、2022年モデル、この A95K シリーズもそうなんですけれども、 USB 端子がね2つしかないんですよね。1個減りました。なんで1個減らしたのかね分かりませんが、1つはですね、ハードディスクの録画専用 USB 端子なんでね、実質ね残り1個しかないんですよね。
で別に1個でもいいんじゃないのっていう方もねいらっしゃるとは思いますが、私はですね最低2ついるんですよ。1個はね録画用の端子なんでもう完全にね埋まってしまっているんですけれども、残り1個ではね私はちょっと都合が悪いんですよね。というのも1個ね USB メモリを挿してメディアをね再生したりしているんですが、もう1個ねどうしても絶対接続しなきゃいけないものがありまして、それはですねワイヤレストランスミッターの WLA-NS7 をね USB 端子でねつなげなければいけないんですよ。なので最低ね USB は3つ必要なんですよ。なのでねもう仕方なく市販されている USB ハブをね購入して、その USB ハブでねつなげております。3つあればね全然 USB ハブをつなげる必要なかったんですけれども、2022年モデルのねブラビア XR は USB 端子が2つしかないっていうことで USB ハブをねかまして使っております。ちなみにですね USB ハブは今映っているね市販の USB ハブをね使っております。まあこの USB ハブに関するね詳細はね概要欄の方に載せておきますけれども、この USB ハブをねブラビアの唯一のね USB 端子につなげております。これによってね、まあ、USB 端子が4つ使えるようになっております。ではね最後の不満点なんですけれども、もうズバリね言わせていただきますと、価格が高いということですね。やっぱりね標準価格が47万円ということで、まあねこれはなかなかね簡単に買おうかなっていう気にはなれないですよね。でいろいろね割引とか差し引くと、なんとかね40万円を切る価格でね購入することができるんで、まあ、このあたりはですねまあ販売店さんとねご相談してください。あとですねブラビアロトキャンペーンというのがありまして、このね今映っている A95K シリーズもねこのブラビアロトキャンペーンにねの対象商品なんですけれども、これはですね1万円か2万円か3万円か10万円のいずれかね値引きができます。まあ、いわゆるキャッシュバックですね。でこのね私はね2万円だったんですけれども、このね10万円を引き当てた方ってねいらっしゃるんでしょうかツイッターでもねこの10万円5万円っていう方はいたんですけれども、10万円をねキャッシュバックできる方はね、見ておりません。でこのねこれソニーね、マーケティングさんにねちょっと物申したいんですけれども、このブラビアロトキャンペーンもですねちょっと不公平感があるんでね、もうねこれなんとかねみんな同率でね5万円をキャッシュバックとかね3万円をキャッシュバックにしてほしいですね。まあ10万円をキャッシュバックしてくれとは言いませんけれども、まあね不公平感があるっていうのはね事実だと思います。はい、まあねただねテレビはねなかなかそう簡単にはね買い替えないものなんで、30万円後半でもねまあなんとか購入してもねいいかなとは思いますけれども、やっぱりね今の世の中ねもうテレビもねピンキリじゃないですか。下手するとね3万円4万円で購入できるのもあるんで、まあねこのあたりもう少しね価格をね頑張ってほしかったなかなって気はします。まあ当然ね、まあ、40万円近くするテレビなんで性能画質に関してはですね他のテレビよりも飛び抜けていますけれども、やっぱりね単純に考えると47万円という標準価格はですね高い気がします。はい、でもねその分満足度は高いです。はい、私のね満足度は高いです。これだけはね誤解しないでください。非常にね、まあ、フラッグシップモデルということで素晴らしい画質をね体験できますし、やっぱりデザインもいいですしね、
他のね安いテレビよりはね全然質感もいいですんで、まあ高いとはいえね満足度はねかなりあると思います。はい、ということでね今回はブラビア XR のね A95K シリーズの不満点をね何点か言いましたけれども、まあこういったねテレビに関する動画をねちょくちょくアップしていますんで、よろしければチャンネル登録とですね高評価ボタンもねよろしくお願いいたします。はい、まあなんやかんや不満点は言いましたけれども、もう先ほどからも言っている通り満足度はかなり高いです。もうこの画質はねもう他のテレビとは比べ物にならない高画質だと思います。さすがね QD OLED 搭載ですね。はい、それではねまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。